はいはいはい、皆様注意喚起の動画でございます。注意喚起の動画でございます。非常に困った状況になってしまいそうでございます。はい、私がですねこれまでですね散々悪口を言ってまいりました。はい、中国 EV 最大手 BYD の電気自動車なんて絶対に買っちゃダメですよ、あんなもん買っちゃダメですよって言ってきましたけれども、非常に困った状況になりました。なんとですね BYD がですねバカみたいな値引き、バカみたいな値引きをスタートしまして、なんとガソリン車よりも EV の方が値段が安いというですね異常事態が起こっております。異常事態が起こっております。これね、まだですね、中国国内のお話なんだけれども、これ間違いなく日本に波及してまいりますので、これね、皆さん勘違いしないでね、中国の BYD の自動車がね、EV がですね、ガソリン車よりも安くなりましたよ。みんな買いましょうって言うんじゃないですよ。それでも絶対に買っちゃダメですよ。理由があるんだからねっていう動画でございます。どうも闇の熊さんでございます。はい、ということでですね、これね、何が起こってるのか、何が起こってるのかというところなんだけれども、はい、中国の、これ今のですね、中国の EV のですね、状況をお伝えするとですね、まあ、アメリカとかヨーロッパでは全然売れてませんよね。もう中国の国内だけで電気自動車は売れている、そんな状況が来てますよね。はい、ホンダのハイブリッドの方が全然いいよね。アメリカも人もみんなそう言ってますよね。はい、そういう状況にあるですね、中国のですね BYD がですね、もう値段をですねバカみたいに下げてきたんですよ。でこれね、まだ中国の国内だけのお話なんですよね。これね、中国がですね、これね、要するに中国の今の EV っていうのはですね、皆さんご存知の通りですね、中国の政府ね、中国共産党がなんとかですね、これ中国の EV で世界を席巻してやろうということで補助金をぶち込みまくってますよね。結果的に中国の EV っていうのはバカみたいに安い値段になっちゃって、それがですねアメリカとかヨーロッパで出回ろうとしてるんだよね。で、そうなってしまうとですね、世界各国のですね自動車メーカー困っちゃいますよね。もう完全にだって安いものがやっぱり欲しいっていう方多いでございますからね、自分たちの市場をですね席巻されてしまうと、そうはさせじとですね EU の政府であるとかアメリカ政府はですね中国の EV に高い関税をかけてですね、なんとか値段のねバランスをね保とうとしてますよね。でこれは成功しつつあるんだけれども、それをさらに上回るですね、低価格でですね、中国が来る可能性っていうのが出てきているんですよね。出てきてるんですよ。でね、困ったことにね、これね、日本にも波及するんですよね。今はね、中国の国内だけでですね、ガソリン車よりもですね、BYD の、電気自動車っていうのは安いですよという状況になってるんだけれども、これね、日本にも波及するのほぼ間違いなくて、なぜかというと、BYD はですね、2025年と2026年に、日本でさらに市場開拓をするんだ。今全然売れてないから、さらに開拓をするんだという形で、ね、来年ですね、新型 EV をどっかんどっかん日本のマーケットで売るっていう計画を今立っているんですよ。立っているのよ。で、これによってね、中国の EV ってとんでもない低価格、とんでもない低価格でこれって入ってくるんだよね。で、これね、どのくらいの低価格になるかっていうのをですね、これね、ちょっと一個ね、トヨタの車を使ってね、お教えしようかなと思ってますのでね。トヨタのですね、ラブ4っていう車ありますよね。すっげえ大人気だよね。で、ラブ4っていうのはね、ガソリン車があって、ハイブリッドがあって、プラグインハイブリッドもあるっていう車なんだよね。で、EV はないんだけれども、このプラグインハイブリッドがですね、ほぼ EV の一歩手前なんですよ。で、その値段のね、価格の差っていうのをみんな見てほしいのね。まずね、ガソリン車っていうのはですね、はい、ラブ4ですね、はい、293万円、なんと300万円を切っておりますね。だからね、こんだけ人気あるんだけどね。っていうのがね、ガソリン車の価格なんですよ。じゃあ、これがハイブリッドになったら、どのくらい金額上がるのかね、293万円からハイブリッドになったらですね、430万円ね、ドカンと上がるよね。およそ130万円以上上がるっていう形の、上がりっぷりなんだよね。これがガソリン車とハイブリッドってね、ほんとね、このくらい差があるんですよね。で、これが、プラグインハイブリッド、EV 電気自動車の一歩手前の車になったらですね、どのくらい上がるのか。はい、ガソリン車では293万円、ハイブリッドでは430万円、そしてプラグインハイブリッドでは563万円、563万円になるんですよね。ほぼ倍。というね、プラグインハイブリッドでね、この金額になるんであれば、ね、電気自動車あるならば、まず間違いなく600万円超えていくんですよね。ラブ4にね、EV はないんだけれども、もしね、プラグインハイブリッドの時点で563万円でございますから、これが EV になったら、軽く600万円を超えていく。これがですね、電気自動車のね、価格感なのよ。ね、ね、相場感なんですよ。ね。でね、これ、プラグインハイブリッドで見ようか。プラグインハイブリッドではですね、563万円の車がですね、ね、中国みたいにですね、値引きをしてしまくってですね、はい、ラブ4のプラグインハイブリッド、本来であるならば563万円のね、超高級車でございますけれどもね、今回はですね、日本政府が補助金を出してくれて、さらにですね電気自動車を売るためにですね、もう自社独自でね、値引きをしました。その価格は200万円です。それだ、みんなどうする、買っちゃうよね。買っちゃいますよね。ガソリン車で約300万円する車が電気自動車になったら200万円だってね、そら買っちゃうよね。おっていう状況が今ね、やってくる可能性が出てきてるっていう話なのよ。
ね。で、安いものは好きだからさ、なんだかんだね、中国のね、電気自動車なんてね、信頼できないっていう方多いでしょ？多いと思うんだけど、ね、でも200万円くらいになるんだったら、ちょっと試しに買ってみようかな。っていう方出てきちゃうよね。それが日本の自動車メーカーのね、あのマーケットをね、ちっちゃくしちゃうのよ。自分もの自動車メーカーを壊してしまう行為になってしまうんですよ。だから俺今のうちにですね、どうしても警告をしたいと思って今動画を作ってるんだけど。ね、あのね、ちょ、コーヒー飲んでいい？あのね、中国の電気自動車なんてね、またね、ここ数日で新たな問題がまた出てきてるんですよ。だから買っちゃダメなのよ。で、二つですね、メイさんがね、はい、みんな大好きね、あのメイさんがですね、これね、教えてくださってるんだけれども、これね、まずね、アメリカのお話で、アメリカにですね、中国からアメリカに輸入されるコネクテッドカーっていうのがあって、これ簡単に言うと、インターネットと繋がってる車です。インターネットと繋がってる車。で、ちなみに中国の BRD のですね、電気自動車は、ほぼすべてインターネットと繋がってますので、コネクテッドカーでございます。で、このコネクテッドカーっていうのがですね、中国の国家安全保障をリスクをですね脅かす可能性があるという形でですね、今のこれねがっつりと制裁関税をですねさらにプラスで加えようとしてるんですよ。なぜかというと、コネクティッドカーはですね遠隔操作もできちゃうんですよ。だから自分が運転してる間にですね、中国共産党があいつやっちまえっつったらですね勝手に車がフューンと動き出してですね壁にドーンみたいな可能性も普通にあるよね。そして個人情報も抜かれるっていう元々の恐れもあるよねという形で、だからね中国から来ているですねコネクティッドカーをですね、アメリカはもう禁止しちまおうかみたいな話をですね今始めてるんですよ。でその調査をしてやるからなって発表がもうあったのよ。わかる？どんだけやばいのか。で、これだけではなくてですね、これですね、これイギリスのお話です。これも今日のお話よ。イギリスではですね、約2万台ですね、EV バスがあるんだけれども、この EV バスが炎上してしまう可能性がある。ね、バッテリーがね、未熟だから炎上してしまう可能性があるという形で、緊急リコール。2万台のうちですね、2000台の車を緊急リコールしたんですよ。でね、このね、2万台あるにもかかわらず、なぜ2000台だけをリコールしたのか。この2000台には一つの特徴があるんです。簡単ですよ。中国企業 BYD から供給されたバッテリーが搭載されている。これが共通点なんですよ。わかる？ BYD どんだけ未熟な会社か。で、この会社が今ね、来年以降ですね、日本でシェアを伸ばすぞっつってですね、新型の EV を導入するぞって宣言をしていて、で、そのね、中国の新型の EV っていうのが、もうガソリン車よりも値引きされてるんですよ。となったら、ついつい手を出してしまうのは日本のマーケットとさ、今日本の経済ってどんどん伸びていってるでしょ？どんどん回復基調でしょ？だからね、物の値段が上がっていくじゃん。ね、経済が回復したら物の値段上がっていくじゃん。で、当然日本車もですね、ゆっくりゆっくり値段上がってきてるんですよ。で、その中に投入される中国の EV。ね、しかもこれが日本のガソリン車よりも安い。この状況になってしまうと話は変わってくるんだよね。買っちゃうだろ。ガソリン車よりも安い。しかもね、これね、ちっちゃい EV じゃないんですよ。結構立派な SUV なんかがですね、日本のですね、ちょっといい軽自動車並みの金額で売られる可能性が出てきてるんですよ。だから俺、嫌だったの。すっごい嫌なの。だから俺、このニュースをですね、これ警告としてみんなにお伝えしたかったの。はい、ということでね、これね、買っちゃダメよ。買っちゃダメという動画だからね。ちょ、コーヒー飲みます。はい、というかで、これね、ウォールストリートジャーナルさんがですね、やばいぞと、これはやばい動きだぞ、だよっていう形で伝えてくださった中国国内の動きね。でも中国の国内でこれがうまくいってしまうと、絶対に日本に波及してくるから。みんな本当に警戒しといてくださいね。買っちゃダメですよ。ダメよ。日本国産車を買おうよ。ねえ、ねえ、安いからつったお前、でっかい中国のね、EV 車が安いからつってですね、買っちゃダメだってね。ホンダのですね、NBOX と同じくらいの値段で買えるじゃないかみたいな状況になる可能性あるのよ、本当に。あるんだけれども、買っちゃダメだよ。その覚悟を今から決めておいていただきたいと思ってですね、私この動画を作ってます。というわけで、読んでいこうか、はい。中国の EV 最大手 BYD、ガソリン車にも脅威になってきた。欧米や日本のガソリン車の価格を下回る値引きを発表しやがりました。だから日本の場合はね、これ関税とか入ってるから、そうそう簡単に下回ると思わないんだけれども、ただ中国ね、完全にね、他の国のですね、自動車会社を潰しに来てるので、そのね、どんな手を打ってくるかマジでわかんないから、ほんと覚悟を決めといて、ね、中国の EV、どんだけ安くても買わないぞっていう覚悟ですよ。はい、行きますよ。はい、中国のですね、自動車市場の競争は一段と激化をしていますね。もうテスラですら撤退しようかなと言ってしまうくらいの、激化具合だからね。これはですね、中国製の電気自動車、つまり EV ですよね、の価格
格の低下を意味しておりますと、国外のですね、中国の競合会社にとっては、もうこれは強報だ、悪い知らせであるとね、国内でですね、利益率が縮小していく中、中国の EV メーカーは、ますます世界市場に目を向けるようになってますよね。でもね、欧米であるとか日本からは、なんとかね、制裁関税で締め出されようとしてるんだけどね、またですね、欧米や日本の自動車メーカーのガソリン車における従来の強みも、必ずしも彼らをですね、救うことにはならなそうだ。なぜならば、中国の EV がガソリン車よりも安くなってきてるからです。はい、中国の EV 最大手の BYD はですね、一部の内燃エンジン搭載車もですね、なんと値下げをし始めております。22年のですね、後半に始まった、中国自動車市場の、価格競争は、もうとどまる気配がございませんね。ただ中国の経済自体が起こってて、中国人がお金持ってないから、安くしないと売れないというですね、最悪の状況になってきてるんだよね。はい、10月から12月期に EV 販売台数でテスラを抜いたのは、テスラを抜いた BYD は先週、新たな爆弾を投下しました。一部車種の価格を、なんと 10% 以上引き下げたんでございます。はい、同社のですね、セダンですよ。セダンですよ。軽自動車ないよ。同社のセダンの、基本価格は現在ですね、167万円と、フォルクスワーゲンやトヨタ自動車の同等のガソリン車よりも今安くなってきております。はい、BYD はですね、これ BUT というのかなというスローガンで値下げを宣伝しました。これはガソリン車よりも安いですよという意味でございます。はい、ローマ字表記はですね、BUD とね、Build Your Dream のですね、頭文字を取った BYD という社名をもじったものになっております。問題の車種はですね、プラグインハイブリッドで、PHV はですね、バッテリーが小さいため純粋な EV よりも通常安いんですとね。しかしそれでもこの戦略は重要な意味を持ちますよと、ガソリン車と真っ向から競合することになるんですよ。プラグインハイブリッドとか EV がガソリン車よりも安くなってきて、ガソリン車の価格競争になってくるんですよ。でそうなると物珍しさで EV に流れる人って増えてくると思いません？俺それがどうしても嫌で、それをどうしても防ぎたいんですね。だから BYD の車買っちゃダメですよ、本当に。こういうのも、はい、この BYD の動きを受けまして、すでに国内外のですね、他の自動車メーカーは追随、つまり値下げをですね、余儀なくされているという形で、もう中国メーカーって本当にね、市場を壊してくるんだよね。はい、中国の EV 市場は数年にわたって爆発的な成長を続け、中国で販売される自動車の3台に1台が今や EV とはなっているものの、こんなね、でも中国だけだからね。ここに来て減速をし始めておりますね。中国経済がうんこだからね。中国の自動車工業界によると、1月の PHV を含む新エネルギー車、つまり EV ですね、の販売台数は同年同月比でですね、 79% 増にはなったものの、前月比ではなんと 39% 減になりましたとね、約 40% 減ったんだよね。BYD はですね、1月の自動車販売台数が、前月比 44% 減少してしまったと発表しました。これがですね、 BYD のですね、これ車のね、これ、毎年どのくらい売れてるかって数字なんだけど、ずっと右肩上がりだったんだけれども、はい、ドーンと 40% 下がったんですよね。これで値下げしやがったんですよ。で、この値下げ競争ですね、もう一部のメーカーはもう明らかに生き残れないであろうと、中国にはですね、まだ自動車メーカーが多すぎますからねと、野村によるとですね、中国には180の自動車ブランドがございます。そのうち3分の2はですね、最終的に消滅するであろうと同社は予想しているとね、値下げはですね、利益率も当然圧迫をいたします。BYD でさえもですね、それは避けられません。ただですね、原材料価格の下落が打撃を和らげるという可能性はありますよねと、ゴールドマンサックスは BYD のバッテリーコストが2024年に 22% 低下をすると推定しておりますと、これなんでかというとですね、中国のですね、CATL っていうですね、世界ナンバーワンのバッテリーメーカーがあるんだけれども、このバッテリーメーカーがね、巨額を投じてですね、リチウムね、レアメタルのね、リチウムをですね、世界中で掘って掘りまくってるんですよ。それは世界にですね、これね今後ね、EV ね、電気自動車のですね、時代がやってくるって信じて掘っていたんだけれども、実際ね、もうあれからね、2年経ってみてですね、EV が売れているのは中国だけね、アメリカもヨーロッパもね、トヨタのですね、ハイブリッドの方が良くないですかみたいな状況になってきていると。結果ね、リチウムがね、世界中で余ってるんだよね。で、余っちゃうと価格が下がるよね。で、このだからね、CATL はですね、すんごいダメージを受けるはずなんだけれども、でもね、それを買う側のね、BYD はですね、お、リチウムが思ったより安いね。これならですね、コストダウンが図れそうだという形でですね、なんだろう、バッテリーコストっていうのは下がるっていう風に推定されてるんだよね。で、中国のですね、内燃機関エンジン搭載市場を支配してきた外資系の自動車メーカー、トヨタなんかだよね。もう世界最大の自動車市場にとどまりたい、つまり中国にとどまりたいのであれば、利益率への打撃を黙って耐えるしかないであろうと。そらそうだよね、利益率超打撃を、トヨタさん、ホンダさんも帰ってきたらどうですか。だって今後中国の BYD の EV とかね、プラグインハイブリッドって、ホンダとかトヨタのガソリン車よりも値段下がってくるんですよ。戦えますかそれ。
ね、はい。BYD はおそらくですね、高級車の販売拡大や、輸出台数の引き上げをはじめ、利益率を行う別の方法をですね、模索するであろうと。ゴールドマンサックスによると、BYD の昨年の売上高の 77% が大衆車の国内販売によるものでした。今年はですね、その割合が 64% に低下をして、輸出が2023年の 12% から 16% に上昇すると、ゴールドマンはですね、予想しておりますと。まあ、中国の国内は、まあ、どんどんしぼんでいきますからね、海外に出ていくしか売れないんだろうね。残りはですね、国内の高級車部門が占めると思われますと、1月のですね、販売台数には、すでに今後の見通しの頻度が隠れておりますと、BYD の1月の輸出台数は、前月比横ばいとなった一方で、国内の出荷台数は急減しましたね、減ったんですよね。ごめんなさいね、ちょっとコーヒー飲みます。また、同社のですね、自動車販売台数に占める輸出の割合は、昨年1月はですね、わずか 7% でございましたが、今年の1月はですね、輸入車 18% だったんだよね。だから海外での利益が上がってきてるということなんです。はい、中国はですね、昨年、世界最大の自動車輸出国になりました。西側からの制裁を受けるロシアにガソリン車を輸出したことが、その一因でございますが、ブラジルやタイなどへの EV の輸出が好調だったことも寄与しました。はい、中国のですね、EV メーカーは、国内市場の厳しさが増すにつれ、国外ね、日本なんかは特にそうだよね、に標準を合わせるようになるであろうと。特に BYD は大きな夢を描いている。それは国外の競合会社、国内の競合他社にとっては悪夢になりかねない。彼らのですね、 EV 事業だけではなく従来のガソリン事業にとってもであるという形でですね、はい、要するにこれね、どういう悪夢になるのか、はい、中国 BYD の EV もしくはプラグインハイブリッドっていうのは、日本のガソリン車よりも値段を下げるということに慣れてきてしまったらですね、その状況で日本であるとかヨーロッパであるとかアメリカにね、もう信じられないくらいですね、あの安い EV でもね、軽自動車並みの車ではなくて大きな EV が登場してしまったら、世界の自動車マーケット壊れますよ、壊れますよ。でもそれをですね、やっても構わないとね、中国共産党様からたくさん補助金をもらってるから、 BYD が潰れることはないであろうという目論見のもとにですね、世界の自動車シェアマーケットをですね、ぶち壊しに来た来る可能性が普通にあるんですよ。中国でもそう信じられないことやるからね。で、これがね、来年以降、まず間違いなく日本にやってきますので、みんな、BYD 買っちゃダメだよとね、日本の自動車業界が壊れるの嫌でしょとね、日本のせっかくね、これね、景気がですね、これ、いい感じで循環しているのに、ね、登ってきてるのにですね、こんな前、中国のですね、わけのわからん電気自動車メーカーにですね、壊されてなるものかと私は思いましたんでですね、このやばい状況をですね、一刻も早く皆さんにお伝えしたいと思いますので、動画を作りました。こんな感じでですね、ね、中国の BYD はですね、ちょっとね、日本自動車メーカーではとてもじゃないけど、できないと。そんなことをやったら会社潰れちまうということをですね、兵役の兵座でやってくる可能性がありますので、何があってもみんな、BYD 買っちゃダメよ。買っちゃダメよ。トヨタ買おうよ。ホンダとか日産とかマツダとか買おうよ。ね、ということで、ね、本当にこれ、もう、こんな戦略で来られたらね、俺もう安いものが好きな日本人ね、俺買ってしまうんじゃないのかと思って心配でしょうがなかったんで、ね、この動画を作らせてもらいました。こんな感じですね、中国はですね、いろんな角度でおかしなことをたくさんやってくる国でございますので、またね、やべえよっていう話があったらですね、皆さんにお伝えしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。いや、もう本当買わないでね。マジでね、もうね、今日本の経済がね、どんどん上向きできてるのにね、こういう中国のね、アホみたいなメーカーのアホみたいな戦略に我々が乗ってしまったらね、この経済の成長止まりかねないので、もうほんと乗っちゃダメですよ、ということで熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。